両チームに多くのミスが出て、もつれたゲーム。中日が3対2と1点リードの7回には、中日の2番手、清水達也投手がプロ野球タ記録の1イニング3冒頭を許し、同点にされてしまった。このゲームでラジオ実況の解説を務めた中日スポーツ評論家の川上健信さんは、この球場ならではの出来事と話した。センター方向から吹きつける強風が、バックネットで跳ね返り、 バッテリー間の中ほどからホームベース付近で風が複雑に揺れる。清水のフォークはドロップのように落ちが大きいので、この不規則な風に大きく影響され、思いもしない変化をする。バッテリーを組んだ加藤拓磨はロッテに在籍していたこともあり、球場に吹く風の特性は熟知しているはずだが、それでも処理できないほどの変化だったということか。僕もここで投げるときは、バッテリーを組んだ谷重 元信さんがいつもよりフォークのサインを多く出していたという川上さん。清水はあと2試合、ここで投げる可能性があるが、一番やっちゃいけないのが、風の影響を受けないように変化の少ないフォークを投げようとすること。保守を信じていつも通り投げてほしい。ただ保守の構えより右打者の内角に抜け気味になるとさらに取りにくくなるから、保守の構えているコースにしっかり投げることが大事。 勝ちパターンを支える右腕だけにこの日の不名誉な記録にひるむことがないよう激励した。